丹波といえば周囲を山に囲まれた典型的な山里である。古くから歴史と歌に彩られた史跡と伝説の山里を私はこれから訪ねてみたいと思います。ここは五台山と愛宕山の間に渓谷があり、見事な杉の老木が生い茂り、昼なお暗い渓谷に沿って行くと激しい水音が聞こえてきます。20メートル余りの絶壁から流れ落ちるこの高羅の滝は、昔弘法大師が六甲を滝壺に投げて蛇を退治したという伝説が残されている。山を降りる途中、巌流寺という尼寺がありました。ここを訪れる信者たちや夏はレクリエーションの場として来る人も多いようです。そこの庵主さんに寺の歴史を尋ねてみました。今日は良かったです ね。お天気で。このお寺だいぶ古そうですけど、はあ、いつ頃、歴史はどれぐらいなんですか？弘法大師の開基ですけど、はあ、1200年からなりますですね。随分古いですね。はあ、でも本堂の方なんかは案外古くないようですね。そうですね。後に陛下にかかりましたんで、はい、慶長年間に列車南春公という方がね、はい、建て直されたんです。それでまあ大して古いないと思いますが、まあ、200年近いやと思いますけどね。それも200年経ってるんですね。はあ、庭なんかも随分ちょっと強風の感じですけどね。これも、ね、これもずっと前からあったわけです。ここまで来た時からあるんやと思いますけども、こう自然の大きな岩をね、はい、取ってなんかありますのでな。丹波寺は今も昔もあまり変わっていないのは、交通の不便さが進歩を遅らせているような気がします。今私たちが求めてやまない心のふるさとが色濃く残されていることはそのせいかもしれませんね。ここは氷上郡稲畑、ただ一軒稲畑人形を作っている赤井美佐代さんのお宅を訪ねてみました。江戸時代から今日まで続いた稲畑人形作りを絶やさず、ご主人を亡くしてからも人形作りに励んできた赤井美佐代さんは今年73歳。粘土ごしらえから型取り彩色まで一人でやりこなし、その生命を燃やし続けてきたのです。赤井さんは昔のことをこう話してくれました。稲畑人形の始まりと申しますと、その創始者の赤井若太郎と申しますのが14歳の時に父に連れられまして京都伏見を見物いたしました。その際に伏見人形を見まして、その美しさに魅せられましたのが最初の動機でございますが、少年がその時、見せられました瞬間に思いましたことは、当時農村にはお雛祭りと申しましても、ほんの 1,2 軒の
家しかお祭りしておりませんでしたので、どこの家にもそういうしたお人形を、こんな伏見人形のような美しいものを作って、そしてお祭りができたらよいのになと思いましたことが、まあ最初の瞬間的に思いました動機なんでございますが、素朴な小さな土人形が幼い頃の郷愁となって心の中にそっと語りかけてくれるのです。笹山は古い城下町、昔のままに残る武家屋敷、そんな屋敷町がところどころに残っている。やはり城下町の面影が彷彿としていますね。城は天守閣も城内もないが、城郭の石垣だけは立派なもので、王子の面影を忍ばせてくれます。西国大名を迎えるため、大阪城攻略の作戦のために築いたということです。入妻の商家が並ぶ河原町通りを歩けば、細長い造りに強風の名残をとどめ、古い看板や格子窓、くす玉など古の世界に誘われるようです。店では時代を超えた古いものがぎっしりと並び、現代人の物珍しさが意外と心を引きつけるようであります。三度傘にわらじが吊るしてある、まるで昔の宿場町を思わせる場面ですね。町の一角に丹波焼の代表的な品々を展示している古陶館があります。鎌倉から江戸末期までに焼かれた、俗に古丹波と呼ばれているものが陳列されています。昔から丹波は民芸品や工芸品が多く作られている土地柄で、特に粘土が豊富なところから庶民の生活に密着した焼き物の産地として、立ち食い焼きは800年の歴史があります。土の心が生かされたこの素朴な焼き物は、丹波の人々の生活の中で親しまれ息づいてきたのです。
山の幸に恵まれ、山菜料理の豊富なところ。私は地方を旅して興味の一つに料理があります。なぜなら地方の料理を食べることで初めてその地方の人々の心に触れる思いがするからです。私は町へ出てみました。ちょうど町は出鑑賞祭りの日であります。毎年8月17日18日が町を挙げての一大ショーが行われます。町の両側には焼き物の町らしく瀬戸物市が開かれ、大変なにぎわいを見せております。出鑑賞節の起源は古くから伝わり、笹山といえば出鑑賞を思うほど有名であります。町内会から繰り出した踊りの人々は誰もがこの踊りに参加できるところに親しみがあり、この広大な広場を埋め尽くしてしまうのです。賑やかであった出鑑賞祭りは終わり、また元の笹山の静けさに戻りました。丹波は日本の心に触れた素直な感動があります。もう一度旅したいと思わせる豊かで優しいふるさとの心がしみじみと感じられました。君のふるさとを聞かせてくれ、昔からの歌。